ーより 2B さんへ。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー？ああ、ヤツらが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビ、赤い髪のアンドロイドは？いや、なんでもない。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも？微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば捜索の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とか、そういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけど。デフォル、早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。なるほど、これは便利かもしれない。捜索機体の INS は海上で巨大爆発に巻き込まれた。提案、水没地帯での INS 捜索。了解。それにしてもなんだか今日のポッドはよく喋る。皇帝、私は支援ユニット、必要に応じて会話を行う。提案、 2B の自発的会話を増やすこと。否定する。ボックス信号健在、生命活動の継続を確認。ポッド、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していたヨルハ機体 INS を捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい、お願い。 INS、あなたと一緒にいた男の子、あの子なら確か爆発時に飛ばされてた。方角は？落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。
アンドロイドの遺体。ブラックボックス信号は検知できず。こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。どうして死体が。ヨルハブ隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。ようこそ我が町へ。私たち機械生命体は人類に興味がある。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかりだ。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族、そして私は気づいた。人類の本質は闘争、戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことを悪く、気を悪くした。だがそれが真実。私は人類の本質に到達して、ネットワークにつながれた私たち機械生命体は、だが無限に続くデータ、生の実感はない。死の概念は理解できない。だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。
ああ、たまらないよ。君のために用意したんだよ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。そうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げとくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。分かった。こちら 2B、 司令官につないで。あ、 2B さん了解しました。ちょっとお待ちくださいね。 2B か、敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、 9S は？9S はこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。
9S が動けない間君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。